高坂さん、突然やけど、うん、健康について日頃何か気をつけてることってある？気をつけてるよ、うん、ご飯食べた後すぐ寝てる。いや牛なるわ、全然気をつけてないやんか。いや兵庫県ではね、従業員や職員その家族の健康づくりに取り組む企業や団体を健康づくりチャレンジ企業として登録して、働き盛り世代の人々の健康づくりを推進支援してるんやって。へー。そんで毎年健康づくりの活動に積極的に取り組んで、他の模範となるチャレンジ企業を表彰する健康づくりチャレンジ企業アワードってのもやってるんやって。へー。今から健康づくりチャレンジ企業アワードを受賞した企業にお伺いして、日頃どんなことをしているのか聞きに行きたいと思います。まず2人が訪れたのは、ナッツやドライフルーツの製造販売を行う神戸市灘区のサンナッツ食品。ジャイアントコーンを日本に初めて輸入し名付けた会社なんですって。昨年アワードの最優秀賞である知事賞を、そして今年兵庫支部長賞を連続受賞しているんです。なぜ会社を挙げて健康への取り組みをされようと思ったんですか？そうですね、ナッツっていうのはやっぱり体にいいって言われてますので、うん、ナッツを扱うんだったら従業員とその家族、そしてナッツに携わる全ての方、当然召し上がるお客様も健康になってもらいたいなと思って、うん、できることを片っ端からやってきた。うわ。サンナッツ食品では健康経営チームを立ち上げ、健康維持増進のために勉強会を実施しています。さらに毎年年に1回ね、はい、私の健康宣言っていうのを出してもらうんですよ。健康宣言でそれを毎月どのぐらいやったかいうのを報告してもらう。で私がチェック入れて、もっと頑張ってとかね、今月はよく頑張りましたねとか毎月一言書いてみんなにまた返すのよ。へー。メンタルのケアにも力を入れているんです。社内に設置されたポストは、これはね、いわゆる目安箱っていうものなんです、はいはい、それで従業員の人が言いにくいことを無記名で入れてもらうように作りました。無記名でいいや、はい、暗い話も入ってたりするんですか？あります。うーん、あの大体はね、要望かね、愚痴愚痴を入れる場所があるっていうのがいいですよね。そうなんです、聞く耳を持ってますよっていうことを伝えた。今はね、ほとんど入ってないんです。大事よね、社員さんの意見を聞けるっていうのは。一回ね、はい、何かのね、時にね、ありがとうございますというメモが入ってたことがある。いやー、素敵。賞を受賞した理由を社員食堂でも見つけました。すごい健康的なおかずが並んでるんですけれども、ね、栄養たっぷりのメニューをなんと無料で提供しているんです。メニューがね、ちょっとなんか、ね、いいよね、味的な感じ。ちょっと試食させていただいていいですか？どうぞ、どうぞ、ぜひ召し上がってください。どれくらいか迷うね。めちゃめちゃ美味しい。本当？本当に美味しい。一口美味しい。すっごく味が染んでて。自分でお弁当を作ってくるにしたら、こんなね、品数って大変じゃないですか。そうですよね。それを会社でプラスしてくれるっていうのはすごくありがたいですね、うん、優しすぎないですか？ちょっとでもパートナーだから。うわちょっともうおかわりして帰ろう。やめて、そんな感じ食べないで。もう一社、今年知事賞を受賞したシステムリサーチという会社にもリモートでお話を伺います。お願いします。あの早速ですが、システムリサーチさんっていうのはどういった会社なんですか？医療、福祉、自治体、一般企業などのお客さんを対象にですね、はい、業務アプリケーションであったりネットワークシステムなど、まあ、いわゆる ICT ソリューションを提供し、まあ、運用から保守までトータルサポートしている会社となります。かっこいいね。すごい最先端な感じですね、はい、すごいですね。つまり情報通信技術を使って企業が抱える課題を解決している会社なんです。あの健康づくりにこう社を挙げて取り組んでる理由って どうしてなんですか？あの経営資源は、まあ、人材、まあ、人そのものであると、まあ、社員一人一人がですね、まあ、心身ともに健康であることが、まあ、会社を持続的に発展するための、まあ、最大の武器、まあ、こういうことに気づいたことが、まあ、きっかけになります。担当者に受賞のポイントをお聞きしました。あの具体的にはどのような取り組みをされてるんですか？
社員の健康づくりを推進する組織として健康づくり推進委員会を設置しています。委員会では健康に関するセミナーを随時開催しています。健康づくり活動のメインの取り組みになるんですけども、はい、歩いて健康とこういう健康マイレージ活動になります。歩数はですね、当社で自社開発したスマホのアプリ e キューブウォーカーで、収集します。で月間歩数を社員の名前入りでランキングで表示させるんです。すごい。運動習慣が出てきた社員が 7% 増えたよとか、あとメタボの該当している社員が 6% 減少したとか。上位になったら何かいいことあんのかなとか思っちゃいますよね。商品券を渡したい。めっちゃいい。参加したいです。ぜひお願いします。それとですね、もう一個あるんですけども、はい、昨年はですね、新たに禁煙支援制度を導入させていただきました。はい。で、はい、禁煙外来であるんですけども、それを受診する場合ですね、特別休暇扱いをしたの、で、それと、禁煙外来受診の自己負担分を会社が、負担するということです。仕組みを導入させていただきました。ただですね、これ面白いところがあって、6ヶ月以内に禁煙を失敗したらその分を返金しないといけない。いやでもそれはその方がいいですよね。まあまあまあね、やる気出るよね。そしたら余計にやる気も出るし、健康づくりを力入れることで会社の雰囲気変わったなみたいな実感はありますか？毎年社員に健康調査のアンケートをするんですけども、そこの回答の中で、会社が自分たちの健康を、関心を持ってくれているかっていう問いに、97% の社員がイエスと答えてくれた。これが非常に嬉しかったんですね。いや、社員さんも嬉しいよね、会社が自分を健康でいて欲しいって思ってくれてるっていうのが、多分社員さんも働きがいにつながってくると思うんですよ。そうなっていただくと本当にやってる甲斐があるかなというふうに思います。赤坂さん、健康づくりへの取り組みをしているのは企業だけじゃないんです。え、どういうこと？現役をリタイアされた世代もまだまだ元気に健康づくりに励んでおられるんです。今からその様子を見に行きましょう。おう。やってきたのは尼崎市。あ、いっぱい人に乗ってらっしゃる。あ、すごい体操してあるわ。尼崎市では高齢者ふれあいサロンと名付けて126の団体が高齢者のための集いの場所として活動しています。体操などの活動は介護予防にもつながっているんです。すいません、こんにちは。お母さんおいくつですか？数は94です。94歳。元気。ここ来たら皆さんとお話したりね、優しくしてもらってますので、もう6年目になります。やっぱそういう場にもなってるんやね。お父さんかっこいいじゃないですか。いくつですか？17年生まれ。え、80。見えへん。毎朝、ランニングしてる。ウォーキング1時間半。ウォーキング1時間半もしてるんですか？モテようとしてるでしょ、お父さん。いや。お若いんじゃないですか？おいくつですか？72。結構毎週通われてるんですか、ここには？あ、体操だけはね、1週間でも休んだらなんか体変やなって。体を動かすっていうのがね、はい、いいんですね。これからこのフレンドをね、どうしていきたいとかありますか？いや、これからもずっと作っていって、はい、できたらね、これから一番心配してるのはやっぱり震災とかそういうのだと思いますので、それを助け合えるような組織をきちっとしたいというふうに思ってます。でも毎週ね、皆さんで会って一緒に体操してたら、はい、なんか自然と絆が生まれますよね。いや、やっぱ健康って大事やね。そうやね、皆さんの活動を見て改めてそう思ったよね。私らもなんかせなね。じゃあ一緒に赤坂体操やろか。何それ。1、2、3、4、何やその体操。皆さんもお手伝い。